でも楽です昨日ですね、あの仕事中に胸がズキンズキンたしまして、走行中にうってなっちゃって、なんか若干意識失いそうだったので、これやばいと思って、昨日あの会社を早退して、えー、心臓内科の方に,に行きました。で、まあ1年ぶりだったんですよね。1年前も ちょっとねあの、心臓の腹筋が痛くなって、でも全く問題ないということだったんですけど、まあ今回もあの行かせてもらって、で、まあ、結論から言うと、まあ問題なかったんですけど、で、まあいろいろネットとかでもね、情報を集めて考えてみたら、まあこれじゃないんかなっていう病状があったのでね、そちらの方をご紹介していけたらと思います。ストレス性共通。 ですね、心臓や血管肺などにはっきりした原因がないにもかかわらずストレスなどが原因で胸の痛みが起こっている状態ということですねはいまあ何ていうか心臓や、ね、肺も見てもらったんですけど全く原因がなくてでストレスって思うんですけどまあね僕なんか大学の頃のテーマが、まあ、ストレスをかげないためにはどうしたらいいかっていうことを研究してたのでうん まあ、ストレスとはね、無縁の生活も送ってますし、まあ、こんなことないだろうなと思ったんですけど、この内容をね、よくよく見てみると、もしかしたらそうなんじゃないかなと思いますはい、えーっと、特徴をちょっと見ていくんですけど、動機や息切れ、めまいなどと伴うことがある。動機はね、たまにして、すごいね、息切れというか、ちょっとね、動いただけでもね、しんどかったりするんですよね。で、めまいも、ほん ごくたまにするかなと思いますで、安静時の時に痛みが出るということで、ほんとそうなんですよねなんか、休んでたら痛みが出たりするんで、ちょっとね、あの動いたりする方が逆に痛みを感じにくかったりします。で、ズキズキチクチク。で、長時間持続する痛み。で、長時間なるんですよね。うん、何日もほんと続くんですよね。うん、なんか気になってしょうないですけど。で、不安感や不眠の症状を伴うと。 で、本当に、あのー、よく寝れてないんですよ。で、いつも3時とか4時ぐらいまで起きてしまうこともざらにありますし、うーん、なんかちゃんと寝れてないのかなって、あのー、寝てる時もね、うん、思いますね。で、不安感を伴う、なんか不安っていうことは特に僕感じてないんですけど、なんか、なんかわかんないですけど、不安を感じる時はあるんですよね。うん。まあ、それはですね、まあ、 住宅ローンかなそれがあるからまあ将来的にね、まあ、頑張っていかなきゃいけないっていうね勝手な何、えー、て言うか無意識のうちにそういうのもあると思いますしまあ仕事とかでもね、まあ、頑張っていかないといけないとかあとは家庭のことですよねうんいろいろ大変なこともあるのでちょっと、うん、妻のこともねフォローしていかなければいけない状況っていうのがな で自分のやることがね、えー、多いっていうのもあってうんちょっとそういうのもあってなんか落選でストレスに感じてるのかもしれないですけど、はい、であとはどういった人にねそういうのが現れるかっていうのですけどもそういう特徴だとあの強い責任感を持っている完璧主義過度な飲酒喫煙習慣がある食べ過ぎてしまう睡眠不足が続いていると。 で、まずですね、ちょっと下からいきますね。睡眠不足ついてる丸。食べ過ぎてしまう。本当丸ですね。本当この1年で、6、7キロ太っちゃったんですよね。で、マックス、過去、過去位置太って、多分80キロ近くあるんじゃないかなと思いますね。で、過度な飲酒、喫煙、習慣がある。これは罰ですね。えー、飲酒も喫煙もしたことないので、まあ、飲酒って言ってもまあ1年に1回、2回飲むかもしれないですけど、まあ、その程度。で、ここからなんですけど、 で完璧主義っていうところは三角で,で強い責任感を持ってるのは罰だと思ってたんですけどで、あのー、僕にとって完璧主義は三角なんですよねで他の人にとっては丸だと思いますそれはなぜかって言ったら大学時代とか本当に何て言うんですかな、ねあのー、劣化版河野源と河野源と分からない人は調べてもらったら分かると思うんですけどで本当そういう感じだったんですよね、あのーまあ、世界で1位を取る人はたくさんいると ただ全てのジャンルとか全ての分野で70点80点取る人はいないと思ってて僕それ目指してたんですよねだから全てにおいてレベルが高いところを目指してて中には9100点とかを目指していこうと思ってたんですけど最低70点80点だと思っててそういう人って意外にいると思われるかもしれないですけどいないんですよね で、それを目指して打ったぐらいなんで、本当、僕からしたら完璧主義ではない、あまあ、当時は完璧主義だったんですけど、まあ、めちゃめちゃ完璧主義だと思われますよね、普通の人が考えたら。で、今も、何て言うんですか、それは僕の幸せではないと思ったんですよね。なんか、すべての分野を、あのー、70点、80点以上取るっていうのは、それが幸せなのかと思ったら幸せじゃないと思って、じゃあ何が幸せなのかなと思ったら、やっぱ自分の好きなこと、得意なことを100点、 限りなく100点に近く点近頑張っていくで、他のどうでもいいことは0点。うん。全然やらなくてもいいと思ってて。で、そのやる時間があるんだったら、もったいないんで、その自分の好きなこと、得意なことを伸ばしていくっていう方が幸せないんじゃないかと思って。で、なんで、全然やらないことはやらないんで、完璧主義じゃないなって自分では思ってたんですけど、確かにあの好きなことと得意なことはもとこと追求するので、うん。例えばギャンブルとかでも、まあ、パッチスロー、 えー、競馬ボートレースは勝ってましたね。うん、で普通勝てないんですよ。なぜかって言ったらドームとか 70%25%、えーえー、とか30%とか取るので、まあ、75%とか20あの80%の、えー、還元率で、えー、戦っていかないといけないんでそれやり続けたらずっと負け続けるって仕方ないんですよイコール。 ただ、それでも勝ち続けましたし、で、ゲームにおいても、ポコパンっていうね、えー、ラインのゲームがあったと思うんですけども、それで僕、当時友達が200人ぐらいラインにあったんですけど、その中でも1位だったし、で、ハンゲームっていうやつでも、まあ、神様っていう称号をもらって、まあ、一番トップクラスで活躍してましたし、で、あのー、あ、大富豪ですね。大富豪においてですけど、で、あの、ポケモン GO でもね、えー、今、レジェンドとかもね、えー、結構取ってまして、世界1位にもね、3回勝ったことあるとか、まあ、 結構ね、ほ、まあ、他にも、なんか、経営コンサルとか、えー、投資とか、まあ、そういう分野は本当、他の人よりにたけてると思いますし、でお笑いとかでもね、あの本当に m 1とか見ても、あの1位から3位まで全部当てれますし、順位も全部当てれますし、なんか本当に、 分かるんですよ何が面白いかっていうのが。うん、ただあの、僕自身は全然面白くないんですけど、だからあのプロデューサーとして、あのリック・リーさんをちょっとプロデュースしている立場で、まあ、一役ね、えー、リック・リーさんを脚光を浴びるような、えー、したり、するのが好きだったりしたんですけど、うんまあ、そういうのもあって、本当に完璧主義って思われても、まあ、仕方ないのかなと思いますね。っていうか、そうなんだろうなと思いますねで。強い責任感を持ってるっていうことなんですけど、まあ、責任とは思ってないんですけど、何でも、 1>, その1位とかそのトップレベルに行くってすごいことなんですよ。責任感は当然誰でも持ってるし、うん、それに対する向上心とかそのいろいろ犠牲にして頑張ってるっていうことがないと当然1位にみんなもやってるんで、そんなで1位になるってことはとんでもないことなんですよね。 強い責任感を持っっっっててててるる言われたたらそうなななんんかなって僕は罰だと思ってたんですよ責任感なんか全く持ってないしと思ってたんですけど結局そういうことを頑張ってるイコール責任感を感じてるのかなと思ってそれやったらまる×〇,〇になるんでもうこれかなり当てはまってるのかなと思いましたねで対処方法としては食事内容の見直しですねうんこれほんと食事をちょっと減らしていってまあ僕ちょっと 断食とかね、えー、してるので、まあ、72時間断食とかもね、まあ、再開していこうかなと思いますね。で睡眠の質の改善で、これは結構ね僕も課題なんですけど最近ねあのいびきじゃないですけど、まあ、それに近いことがあるので口をあのテープでするもので鼻呼吸を意識するような、えー、睡眠の方法をちょっと導入してるんですけど なかなかね、息苦しくなって外したりするんで、ちょっとね、もうちょっとこ、えー、根気強く頑張っていかないといけないなと思います。で、適度な運動。まあ、これね、あの、本当2日に1回ぐらいは、今、あの、2キロか3キロぐらい歩くようにしてるんですけど、まあ、これをね、本当毎日、極力、できるようになったらいいかなとは思ってます。で、リフレッシュ方法を見つける。これ本ほんとね、自分がね、リフレッシュやと思っても、リフレッシュじゃないと思うかもしれないんで、なんかもうちょっとね、 うん日光を浴びるとかねなんか瞑想をするとかそういうのをねちょっとやっていけたらと思いますねあと2問を作するとかんで喫煙飲酒量の調整これは大丈夫ですねはいなので、ね、ちょっと自分の方も、えー、こうねストレス性共通ということではいなんかねうん嫌な名前のね病名ではあるのでね、えー、絶対にね、えー、頑張って うん、改善していきたいと思いますので皆さんもねいろいろね、えー、社会人だったら、ね、ストレスもあると思うんですけどもね、えー、一緒に頑張っていきましょうということでね、はい、一緒になります。